それではお座敷遊びをご紹介します。これからやるコンピラフネフネというお座敷遊びはどちらの花街でもやられているとても有名な遊びです。では簡単に説明させていただきます。今流れている曲に合わせてリズムに合わせてこのようにこう手を置いていく遊びなんですけども、これを取っても大丈夫。取った時はグー、置いた時はパー、取った時はグーで連続3回まで取って大丈夫です。でもしあるのにグーやこういう風になってしまった時にはお酒を抜杯で一気飲みするようになります。飲んでいただきます。本当はなみなみなんですけど、はい、そのぐらいで